あ、着いたな。あれ、快速だ。うん。どうも、カンタコです。最高ですね、本当に。脳型周りに来たんですけど、脳型周りって言ってもね。うん。まあ、とにかく、さっきと見て分かる通り、車両が変わってるんですけど、乗り換えてね。この脳型っていうところは、かつて九州で炭鉱が栄えた時の中心駅みたいなところで、すごい駅構内も広くて、いろんな電車が留置されてるんですよ。いや、それを見てきてね。うん。なんつうんだろうな。うん。こんな広い窓の電車って、ね、東京じゃないよ、本当に。すごいよ、本当に JR 九州は。いやー。ねだりなのかもしれないけどね、いいよね、やっぱこういうの。うん、もうなんか別に喋ることもないけど、なんか聞きたいことあったら何でも答えるよ。今回福岡でいろいろ電車乗りましたけど、ああ、まあ、JR 九州で乗ってみたい路線って言ったらどこなんですか？乗ってみたい路線はね、肥薩線っていうのもありまして、まあ、熊本から、熊本じゃねえか。まあ、とにかく山の方を走るんですけど、まあ、日本三大急流の球磨川沿いに走るところで、しかも日本三大車窓の一つ。まあ、三大車窓っていうのが、北海道の刈立峠、それから信州にある、信濃井線のオバステ、そして肥薩線の、どこだっけな。駅は覚えてないんじゃない。とにかくその3つなんですけど、その最南端のね、肥薩線に乗りたいなっていう。で、そこに大木場駅っていうのがあって、大きい畑って書くんですよ。絶対普通の人読めないんですけど、大きい畑とか小さい畑とか忘れたけど、そこがね、まあ山あいにあるので、肥薩線っていうぐるっと回って高度を稼いで